武士もドーナツゲームス D4DJ グルービーミックス、とある町の片隅にある素敵でちょっと変わった喫茶店。そこは音楽好きの女の子たちが集まる場所で、あら、みんないらっしゃい。あゆみさん、こんにちは。彼女は相本リンク、 DJ ユニットハッピーアラウンドのボーカル担当。底抜けに明るく、いつも前向き。すみません、4人でお願いします。このしっかりした子は明石真帆。
ハッピーアラウンドの DJ 担当でトラックメイキングにも挑戦中。はいはい、お好きな席に。って浮かない顔ね。どうしたの？実は今日ライブの練習をするはずだったんですけど、練習室の予約がバッティングしちゃって。そうそう、それでじゃんけんで決めようってことになったんだけど。うさ耳をつけているのはオーナルとムニ。ハッピーアラウンドでは VJ を担当していて、イラストがとっても上手。私負けちゃったんだよね。ま、魔法がやってもどうせ負けてただろうし。なんだと？ライブは明日なので、どうしても練習しておきたく、他のスタジオも探したのですが、あいにくどこも予約がいっぱいで。礼儀正しいこの子は渡月レイ。ハッピーアラウンドではキーボードを担当。同じく洋馬学園の1年生。八方塞がりになっちゃったんで、とりあえずここで一休みすることにしたんです。じゃあいいこと教えてあげよっか。いいこと？うちの地下使っていいわよ。地下ってたまにライブやってる？あのフロアを使わせてもらえるんですか？よろしいのでしょうか？もちろんよ。そうだ、特別に愛梨お姉さんのレッスンもつけちゃおうかしら。
お疲れ様。一曲やってみてどうだった？次のライブが楽しみです。うん。じゃあ練習するぞ。で、何から始めればいいんだろう。そうですね。真帆さんみたいになるにはどうすれば。いや、私だってまだまだだよ。謙遜しなくてもいいじゃない。どうすればいいの？オッケー、それも教えちゃうわね。ハッピーアランド！もう一回回っちゃおうかな。はい、お疲れ様。どうだったかしら。実はさっき少し失敗しちゃったんだけど、どうすればいいか分かった気がする。私もタイミングがつかめないところがあったんだけど、これならうまくできそうね。どうしたのリンク、難しい顔して。あのね、もっとすごくなるにはどうすればいいかなって考えてて。もっとすごく？うん、お客さんもステージもみんなを楽しませてあげられるようなすっごいユニットになりたいの。それもそうね。どうせならトップを目指さないか。道を極めるということですね。道を極めるって、そんな武道みたいなものが DJ にあるわけ。あら、あるわよ。あるんですか？その名も DJ ロード。 DJ ロード？こっちよ、みんなついてきて。それじゃDJ ロードについて紹介するわね。これはとある伝説の DJ が編み出した一流の DJ になるための伝説の指南書。ワクワク。いろんなお題があるから早速やってみましょうか。最近暑くてイラストを描く気力なかったのよね。マホってスポーツが好きだから、今度一緒。そろそろエゴサタイム。オンリー先生ガミエシだって。わかってるじゃない。これが背徳、禁断の果実の味なんですね。なんて甘味なのでしょう。
お客さんの目に焼き付けてあげましょう。私たちの燃え上がる炎を。私たちだけの小さな宇宙、私も感じたよ。おばあちゃんがね、おナスでぬか漬けを作ってくれたの。これが本当に美味しいんだ。好きじゃないのよね。チャットで十分じゃない？終わった。自分なりに勉強してたつもりだったけど、まだまだ知らないことがいっぱいあるんだな。うん、これですごい DJ ユニットに一歩近づけたね。 DJ の道はとても奥深いですね。指南書はカウンターの下に置いてあるから、必要になったらいつでも声をかけてちょうだいね。伝説のっていう割にはお店の裏メニューくらいの扱いなのね。だってこれを作ったのは。え、アイリさん、その伝説の DJ のこと知ってるの？私会ってみたい。そうね、みんなが DJ ロードを極めたらきっと会えるんじゃないかな。じゃあ私、ライブの練習も DJ ロードの修行もいっぱい頑張る。うん、応援してるわ。あ、もうこんな時間。明日のライブって朝の電車で出発だったよね。そうでした。帰ったら楽器と衣装の準備と。私もおにぎりの準備しなきゃ。おにぎりって、会場近くで買えばいいじゃない。だっておにぎりは丸いのがいいんだもん。アイリさん、今日はありがとうございました。いいのよ、明日のライブ頑張ってね。はい。あなたに会えて嬉しい。ミチルはこれからもルミナ師匠を、いつでもどこにでも連れて行ってあげるのだ。あれほど忍耐強い生物を私は知らない。さすがジャパニーズオカルト。
ークしてますか？これってこんにちは。いらっしゃい。今日はどうしたの？ライブの予定はなかったはずだけど。あれ、いつもと雰囲気が違うような。機材が見当たりませんね。いつもよりステージが広く感じます。ちょうどさっき片付けたところなの。今日はライブもないし、好きに使っちゃって。さて、説明の前に、みんなはクラブカスタマイズについてどのくらい知っているかしら？クラブに機材を置いたり、スポットライトの色を変えたりできるって聞いたような。映像もいじれるんじゃなかったかしら？その通りよ。グルミクではそれぞれのクラブをお好みにカスタマイズできるの。二人の言ったように、スポットライトの色はもちろん、スピーカーやモニターの映像なんかも変えられるわ。アイテムによってライブ中の演出も変わるし、メンバーのパラメーターもアップしちゃうのよ。じゃあハピアラだけのアイテムなんかもあったりするのかな？もちろん、ハピアラ色に染め上げちゃうこともできるわ。それじゃ早速やってみましょう。もし迷ったら、マスター一押しのおすすめ一括ボタンを押してね。はーい。1, 2, 3, let's go!
ティアラらしいカスタマイズね。ライブが楽しみだわ。じゃあ次はセトリを組んでみましょうか。セトリ、ライブで披露する曲の順番表のことでしょうか。正解。駆け足の説明だったけど大丈夫かしら。バッチリよかったわ。クラブにはお友達はもちろん、初めましての人も遊びに来るの。だからいろいろなアイテムでカスタマイズをしたり、みんなが楽しめるようなセトリを組んだりしてあげてね。それからもちろん、みんなもお友達のクラブに遊びに行ってみてね。はい。じゃあ早速ムニちゃんのクラブに。ムニのクラブか、私も行こうかな。ダメ、まだもうちょっといじる予定なんだから。ではまた後ほどお伺いしますね。私からの説明はここまでよ。これからもグルミクライフを楽しんでね。またプールにお誘いしたら皆さん来てくれるでしょうか。枯山水ってご存知ですか。石や砂を用いていろいろな風景を表現するんです。だから踊っちゃおう。カップ麺のお湯は少なめにするとより美味しくなると聞きました。これは試してみなくては。あ、バレー部が練習してる。混ざっちゃおっかな。
器でココナッツのジュース飲みたい。決めた。最近、モニちゃんにゲームを教えてもらってるんだ。最近のアニメってすごいよね。ハピアラって感じ。たらどのスポーツ番組。椿と私はマブダチなの。向こうは照れ隠しで違うとか言ったりするんだけどね。